皆様こんばんは。今回はスイッチドロックスの無料報酬をスマホだけで受け取る方法をご紹介いたします。動画では Android スマホを使って手順をご紹介いたしますが、 iPhone の方も似たような手順なので参考になると思いますので、よろしかったらご覧くださいませ。概要欄にはタイムスタンプもご用意していますので、お好きな目次へ飛ばれてください。では最初はブラウザからフォートナイトのログインページを見る手順です。ではまずはスマホでブラウザを開いてください。ブラウザとは Chrome とかのことで、 Edge でもいいですし Firefox なんかでも構いません。 iPhone の方は Safari のことです。次にブラウザで Epic Games と検索してください。そして一番上に出てきたホーム、 Epic Games を押してください。ページの右上に青色の四角があるので押してください。するとサインインとあるので押してください。これでサインインページに移動できました。お次はスイッチからフォートナイトのログインページを見る手順です。まずはスイッチアプリを開いて、左上にあるアカウントアイコンを押してください。するとドロックスとあるので押してください。次に進行中のドロックスを押してキャンペーン詳細を押し、ページを下へスクロールすると紫色の文字でリンクしてとあるので押してください。すると注意文が出てくるので OK を押してください。サインインページに移動できました。お次はフォートナイトのアカウントとツイッチを連携する手順です。先ほど開いたページからログインしていきます。このページからいろいろなアカウントでピックゲームズにログインできます。ちなみにプレステのアカウントでログインする際には2段階認証を失敗するとマジで地獄を見るので、サインインする前にプレステ側の設定を確認されてください。では今回はエピックゲームズでログインしてみます。一番上のエピックゲームズでサインインするを押してください。次にメールアドレスとパスワードの入力してください。すると登録したメールアドレス宛にセキュリティコードが送られてくるので確認して入力してください。入力したら続けるを押してください。次にアプリとアカウントの2つのタブがあるのでアカウントのタブを押してください。下の方へページをスクロールするとスイッチのアイコンの下に水色のボタンで接続とあるので押してください。するとアカウントをリンクすると書かれた青いボタンが出てくるので押します。今度はスイッチのユーザー名とパスワードを入力してログインを押します。すると登録したメール宛にログインコードが送られてくるので確認して入力してください。次に許可と書かれた紫色のボタンを押してください。これでスイッチとフォートナイトのアカウントが連携されました。お次はスイッチドロックスをクリアする手順です。まずはスイッチのアプリを開いてください。すると左上にアカウントアイコンがあるので押してください。次にドロップスを押してください。そして全キャンペーンのタブを押してください。下へスクロールするとフォートナイトとあるので押してください。
すると紫色の文字で参加しているライブチャンネルとあるので押してください。これで報酬があるストリーミングの一覧が表示されました。ここからお好きなストリーミングを選んで押してください。するとスイッチドロックスと書かれた項目があるので押してください。これで動画を視聴するミッションが始まりますので、指定の時間まで動画を視聴してください。お次はスイッチドロックスをクリアする手順パターン2です。まずツイッチのアプリを開いたら、右下にある検索を押してください。すると検索欄があるので、ローマ字で FORTNIT と入力して検索してください。似たようなチャンネルが何個かあるので注意されてください。次に画面左下にフィルターと並べ替えとあるので押してください。そしてタグ検索と書かれた部分を押して、ドロックス有効と記入してください。記入できましたら右上にある適応を押してください。ドロックス有効のフィルターが確認できました。これで報酬があるストリーミングの一覧が表示されますので、ここからお好きなストリーミングを選んで押してください。するとスイッチドロックスと書かれた項目があるので押してください。これで動画を視聴するミッションが始まりますので、指定の時間まで動画を視聴してください。お次はスイッチドロックスの進行状況を確認する手順です。まずはスイッチのアプリを開いて、左上にアカウントアイコンがあるので押してください。次にドロックスを押してください。現在進行中のドロックスが表示されるので、進行状況を確認したい報酬を押してください。これで進行状況が確認できました。お次はスイッチドロックスの獲得を確定する手順です。スイッチドロックスのミッションをクリアすると、下の方にドロックスを獲得しましたと表示されますので、右にある入手を押してください。ドロップ獲得済みと表示されると、すべての手順は完了です。無事ゲットできました。では早速装備してビクロイ取ってきます。行くぜ。あれ、なんかカクカクしてるな。ちょっとラグいかも。レア宝箱だ。ワックフッコハップワックフッ。ラグかったからってのはいいわけで、新しいアイテムゲットしても実力以上のものは出ないんだなって改めて思いました。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。よかったらいいねやコメント、チャンネル登録お願いいたします。